ンポン。あ、あかりちゃん、あかりちゃん、あ、あかりちゃん、あかりちゃん、ねえねえ、ねえねえ、あかりちゃん、あかりちゃん、なんやねん、はい、プロテイン、ほんまになんやねん、なんか元気ないですね、どうかしたんですか？そうか、いや、そうかもしれんな、何か悩み事ですか？もし私でよければお話、聞いてもらってもいいですか？うちの話を聞け、いけんよ、ちょっと間違えてるし、うぜえ、嫌な、最近は昔と比べると、見てくださる視聴者さんも増えてきたやんか、でもな、自分このままでいいのかな、と思う時もあんねん、そろそろ足を洗いたい感じ、洗わねえよ、別に悪いことはしてねえよ、よく正直に言ってくれたな、情状酌量の余地あり、だからしてねえつってんだ、判決懲役5億年重すぎるわ、常軌を逸してるじゃねえか、てか情状酌量の余地はどこ行ったんだよボケ、嫌な、ずっとこのまま漫才してくのもええんやけど、なんだかんだずっと同じことをしていくわけにもいかんやん、やっぱり時代は常に変化していってるんやから、うちらもそれに合わせて進んでいかなあかんと思うわけや、じゃあうちらに何ができるんやって考えた時にな、やっぱり新しいことにちゃう、よいよいよい、はい、何してんの、いいえ眠かったので、うん、とりあえず色ズレしようかと、色ズレするならせめて寝てろ、もうええ、ゆかりちゃんに相談したのがアホやった、ああ、あかりちゃん待ってください、なんや、思い詰めすぎるのも良くないです、元気を出してください、ほらこれを見て、なんやねん、ミキプルーンの苗木、ほんまになんやねん、ピンポン。どないしたんや、いや、家の電子レンジが壊れてしまって、そうなんか、新しいのを家電量販店で探して価格 .com で最安値を見ていました、ああ、あるあるやな、でも結構高くて、そうなんか、見せてみ、はい、位置的な話かな、これを見て何を判断するねん、空との一体感あったとして何なんだボケ、電子レンジに求められない要素ナンバーワンやろそれ、てかよく見たら標高 .com ってなってるやん、なんやねんこれ、テーマが斬新、ほんとだよ、ちゃんと価格 .com 開けや、うるせえ褒めろ、なんでだよボケ、あ、欲しいのこれです、どれどれ、ええやん、ただまだ買うのは早いで、しっかり口コミ見なあかん、どれどれ、いい感じです、お、ええやん、高さもちょうどよく、ちょっと硬い部分もあるけど、はい、快適に座らせてもらってます、座んな、立った方がいいですかね、おめえは座ってろ、なんやこの口コミ、参考にならんやん、すみ、キャー、デザイン超かわいい、テンション高、しかもここはクノー、こいつもバクか、これから超デコってキラキララメってこうかなって感じ、超お買い得だしおすすめー、おっさんじゃねえか、ねえねえ、なんや、私と電子レンジどっちが賢いと思う、電子レンジ、次、使っていた電子レンジが故障したので新しく購入しました、お弁当の温め、冷凍食品の解凍など問題なく使用できました、値段も安く手頃です、やっとまともなやつ来たわ、でも特典は少し不満でした、ん、特典、いやいらん、原始人のフィギュア何回なんやろ、でも見てほら等身大ですよ、なおさらいらねえんだよ、たく、なんやねんこの口コミは、もしかしてこの商品って私が想像してる電子レンジとは違う商品なんですかね、大丈夫や、今回ばかりは珍しく先生は正常や、ピンポン。あ、ちょっと小腹減ったな、そうですね、あ、あそこにコンビニありますよ、ほんまか、ちょっと寄って行ってもええかな、オッケー、入り口は、あ、あれじゃないですか、お、ほんまや、てなんでそこに非常ボタンあんねん、めちゃめちゃ押し間違えそうな位置に置いとるやん、逆に引いてみます、お前は黙ってろ、ここしか入り口ないんか、あ、あっちに別の入り口がありますよ、お、ほんまや、よかったこっちは普通や、じゃあプッシュボタン押して、どこが開いとんねん、しかも穴が小さすぎんだよ、私が押し込みますよ、お前は黙ってろ、どうすんねんこれ、待っていたぞお客様、言葉遣いぐちゃぐちゃか、誰やねん、店長です、店長かよしばくぞ、ごめんね、なんで妙になれなれしいんだよ、お店に入るにはコツがいるのだ、コツ、右のプッシュボタンを、はあ、上上下下右左右左と押して、コナミコマンドじゃねえか、めんどくさすぎやろ、懐かしいでしょう、てめえらうるせえ、まあええわ、はい、コナミコマンド入るで、イエーイ、じゃあうちはお菓子でも食おうてくるわ、はい、じゃあ私は雑誌の前で逆立ち読みしてますね、せめて立って読んでね、まあとりあえず甘いものでも、じゃがりこもあるよ、何のチョコレートにしようかな、じゃがりこじゃがりこじゃがりこ、まあ無難に個包装のチョコレートでも、じゃがりこじゃがりこじゃがりこ、横でじゃがりこ宣伝すんじゃねえ、あくんたく、とっととチョコレート買ってベルで、あれゆかりちゃんがお待たせしました、あれなんか買ったんか、うん、じゃがりこまんまと買ってんじゃねえよ、面白かったらチャンネル登録してな。